の技やっただけだよね。はい、次は振り回します。ヨーヨーがこっちの方向に回ってます。剣は逆の方向に当たっちゃった吉岡君当たっちゃった。ここからけん玉とヨーヨーのミラクルコラボレーションが炸裂。出てくるよ、ハサミで切っちゃうんじゃない。マイクに引っかかってる、このマイクに引っかかってる、痛い。でもマイクの中入ってた。続いて2回目の登場では、大正大学3年、吉葉辰則です。私はバルーンアートを1ヶ月でマスターすることに成功しました。何かできるかな、何かできるかな。そんなくれやついねえよ。ゾウです。嘘つけよ、嘘つけよお前。あの無理やりゾウにしたろ、それ、はい、犬だろ元々。ここでねじみます。反対、あれだから、けん玉とどっちが得意なの。それけん玉です。そして番組最多となる3回目の登場、お芝じゃねえか。また番組に出演したくて1週間で技を身につけてきました。あ、別にそういう番組じゃねえから1週間でマスターしてとか。またしても自ら考案したけん玉とシガーボックスの合わせ技を披露。あ、そういうことか。けん玉の技やんじゃないの。何それ何それ何それ。入れる、ああ入れるのか。入れる入れる。これは怖いよ。いや、何それ何それ。まずこのように転がります。まあそうよ、転がして、おそれ独自の技じゃない。考えたのお前それ、はい、何それ。それ独自だよ、独自。完全ないよそんなの。お前どうすんの。バランスを取ります。何それ、何それ。バランスを取りますって何それ。他にやること何にもないみたいだよね。いや、ありますよ。